初代ノーフォークコジョン・ハワードは、イングランドの貴族、帝神、リチャード三世を支持して1483年に、ノーフォーク公爵に助せられたが、1485年には、リチャード三世ともども、ボズワースの戦いで廃止した、ノーフォーク公爵ハワード家の祖にあたる。1420年から1430年頃、サーロバート・ハワードとその妻マーガレットの一人息子として生まれた。 1452年から1453年にかけて初代シュルーズベリー伯爵ジョンタルボットのガス購入、遠征軍に従軍し、百年戦争最後の戦いであるカスティオンの戦いに参戦した。1455年にはノーホーク州から選出されて庶民議員となった。1461年3月に即位したヨーク派のエドワード4世を支持し、 ランカスター派と戦った、タウトンの戦いにも参加した。エドワード4世の長身となり、同年にナイトに上されるとともにノーフォークとサフォークのシェリフ、またノリッチ上とコルチェスター上の城を守るに任じられた。さらに1467年には、オックスフォードシャーのシェリフ、1467年から1474年に、かけては王室財政長官を務めた。 1470年にはハワード男爵に除せられ、1472年にはガーター勲章を受勲した。しばしばフランスへの外交施設にも登用された。1483年のエドワード後世の退位問題の際には追い落とす、側のリチャード三世を支持したため、その後で同年6月のウォーク公に除せられた。新民への公爵移住は彼が最初であった。また、 軍務博、海軍教などの重職に任じられている。さらに1484年頃には、貴族院の決定により、母方のモーブレー家から議会召集令状による借位である、モーブレー男爵とセグレイブ男爵を継承した。しかし、1485年5月22日のボズワースの戦いで、リチャード3世と共に戦死した。テッドフォードの召集動員に埋葬されたが、 後の宗教改革の際にどこかに移送されてしまった。彼の墓所は分からなくなってしまったが、最初の妻キャサリン・モリンズの新中記念碑だけは、今でも、サフォークで見ることができる。死後、ノーフォーク公爵はヘンリー7世に剥奪され、このトマスもロンドン島に投獄された。後にトマスは釈放されたが、ノーフォーク公を取り戻すには1514年を待たなければならなかった。 オズワースの決戦前夜に、トマス・スタンリー男爵とノーサン・バランド博、ヘンリー・パーシーの中立を暗示するメモが手元に残されたと言われるが、真偽は不明。1470年10月15日に、以下の爵を新規に与えられた。1483年6月28日に、以下の爵を新規に与えられた。1484年頃に、 アンモーブレイの死去後保持者不在となっていた以下の借位を継承した。1442年に、キャサリン・モリンズと結婚、以下の一男四女を設けた。長男トマス第二代のオホーク公に、府県長女アン、エドマンド・ゴーゲスト結婚次女イサベル、サー・ロバート・モーティマーと結婚三女、ジェーン四女・マーガレット、サー・ジョン・ウィンダムと結婚1467年に、 マーガレット・チェドワースト、再婚、娘を一人儲けた五女キャサリン第二代、バーナーズ男爵ジョン・バウチャーと結婚。ありがとうございます。